人はふと立ち止まる。等身大の自分が急に小さく見えた時、悲しみ、絶望を経て空虚、行き着くところは無力という暗闇。君も経験したことあるだろう。僕にだってある。無宗教でも時にはすがり祈ることもあるんだ。そんな時、僕を救ってくれたのはあの風、香り、景色だ。この時期のインドは雨季に入り、とてつもなく蒸し暑い。神聖なる朝、神々が集う寺院、雑踏の町、いつも何かが寄り添っていた。でも誤解しないでほしい。僕はインドに行ったことがない。お待たせいたしました。お待たせしすぎたのかもしれません。そんな妄想旅行家しもっちがお届けする新小岩ソウルキッチン。今回は新小岩南口小松通り商店街の中央に位置するインドネパールレストランクイーンガーデンの食レポ。皆さんカレー好きですか？あるレポートによると日本人の 81.8% がカレーを好きだという。僕もその中の一人。本日は10種類あるランチの中からスペシャルバーベキューセットをチョイス。カレーも7種類から2つ選べる。今回はチキンカレーと野菜カレー、これで決まり。その他サラダ、ナン、ライス、タンドリーチキン、デザート、ドリンクがついてくる。すごいね。ドリンクはインド料理の飲み物ダービーをベースに作られるラッシーをチョイス。ラッシーとはヨーグルト、クリーム、牛乳、砂糖を加えミキサーでなーと攪拌した飲み物だ。濃厚、美味しい。ヨーグルトの爽やかな酸味、それを生クリームと牛乳で優しく包んでくれる。甘みも控えめなので喉を滑るように入ってくる。例えるなら寝苦しい夜に突然シルクの布をふわっとかぶされた気分。みんなも経験あるでしょ。焼きたてのナン、神々しい。その奥に鎮座するのは右から野菜カレー、チキンカレー、デザートのマンゴーヨーグルト。まるでナンの海に浮かぶ箱舟のようだ。このタンドリーチキンとシークカバブも大きい。食べ応えありそうだ。このナンも見て、でっかいな。中型犬ぐらいの大きさあるんじゃない？まずはサラダから。何かソースがついてるね。何のソースだろう、ちょっとわかんないね。でもトロッとしてる割にさっぱり、当たらず触らずの味だ。そしてしっとりふわふわのナン。ナンはちぎって丸くスプーンを作り、カレーをすくうように食べるのが正しい食べ方。こんな風にね。まずは野菜カレーから。ふわっと野菜たちの甘み、まろやかさが広がる。その3秒後にスパイスの香りとエッジの効いた辛さが上顎から鼻腔へとじわりじわりと上っていく。それをナンのバター、小麦の香りがストーカーのごとく追尾する。空気を含んだもちもちっとしたナンが口中で味のコントラストを2波3波と起こしてくれる。とっても美味しい。うまいな。具材として入っている食べやすいサイズのじゃがいも、ここでまた違う食感も楽しめる。サフランライスの食べ方は、カレーをライスに落とし少しなじませた後、斜め45度の上目遣いで口に放り込む。これが大事。次はチキンカレー。野菜カレーよりとろみも味もさらっとしているが、鶏の出汁がビンビンに効いてます。カレーといえばスパイス、
騎馬戦で言えば馬の上に乗った武士、主役のはずだが、ここのチキンカレー、舌でしっかり味を支えているのがスパイス、いわば馬の役割を果たし、チキンの旨味が武士になる。そう、主役をがっつりキープしているのがチキンなのだ。どうすればスパイスに負けないこの旨味を出せるのか、謎。具材のチキンも美味しい。そしてタンドリーチキン、先ほど南蛾まで焼いているのを目の前で見ることができた。見てるだけでも楽しいよね。おお、肉厚でジューシー、うまいな。調味料や香辛料で漬け込んでいるので味が隅々まで行き渡っている。ほのかなヨーグルトの酸味とスパイスの香りが絶妙。柔らかくてマイルドな仕上がり。これはシークカバブ、皆さん知ってるかな。マトンのひき肉と玉ねぎ、ピーマンなどをスパイスに練り込み釜で焼いたもの。マトンの旨味がギュッと詰まっているね。ビールが飲みたくなる。シェフ最高、スワディーシュト。こちらはデザートのマンゴーヨーグルト。しかしデザートだけでは終わらせない。個人的なおすすめは最後に食べるのではなく、時折カレーを食してる間にちょっとだけ舐める。何が起こるかって、そこら辺の味変とは訳が違う、味変革命が起こるのだ。略して味めい。フルーティーカレーになる。もうマンゴー農園でカレーを楽しむ感じ、わかるでしょ。この食べ方はマジでおすすめです。ぜひチャレンジしてみてください。そして完食。本当はチーズナンも食べたかった。しかしたどり着けず。楽しみはまた今度。妄想旅行家しもっちの新恋はソウルキッチン。また次回お会いしましょう。